どうぞ行ってください。はい、で、最小最大どちらでもいいんですけど、最小最大はですね、はい、さあ問題が困りましたら、今度は式の中に文字が入りました。範囲が0から3とか助かりました。嫌な予感がすると思うけど、両方とも文字が入るのが最終的な問題になってくるんですよけど、まあ、今日は3つのパターンしかしません。今度は式の中に、要するに式が固定されない。今までは範囲がずれたりしてたのが、これは式が動くんです。式が動くんです。で、これもですね、まあ、とりあえず平方完成が、まあ、絶対大切で、文字が入っても焦ることなく、こうです。この辺からさすがに僕も計算間違いしません。で、こうですね。したら、これグラフ書きにくいんです。上に行くか、この 4-a 以上がこれ下かもしれないけど、まあ、1を暫定的にこう書きます。ここが a で、わかりませんよ。4-a 以上というのがひょっとしたら負かもしれませんが、一応こう書きます。一応こう書きます。下かもしれないけど、一応書くんです。あんま気にせず書きます。そしたらこれ旅をするやつですね。旅をするんです。グラフが旅をします。で、旅をしていくんですが、またいくつかパターンを書いてみましょう。で、これ下書きをまた準備で。で、本当はね、下にも行くかもしれないけど、まあ、また5つぐらい書いておきましょう。6つでもいいんですけどね。そしたら、極端な時ってこうだよね。0から3ってこんな感じだよね。ここがいいかな。それやっぱ、今度考えるのは0から3かな。こういう時かな。極端なのはこれだよね。したらやっぱ真ん中に来るのはこうなるときだよな。こうなってここがまあ2分の3かな、こういうときだな。で、これが A のときかな。したらこれはこうかな、これはこうかなというふうになってきます。そうすると薄々感じるのはこうこうだろう。そしてまた数直線君が頑張ります。で、数直線君はちゃんと最初から頑張ったといいんじゃないですか。きちっと接種しましょう。そうすると A が2分の3の時か。で、 A が3より大きい、ちょっと逆転するんですが、こう。そして A が0より小さい時、こう考えましょうかと。こう考えます。そしたら3より A が大きいときが、なんとなくこれが1番かな。あ、そしたらこれ5番でしょうね。で、これが3番になると、まあここは、順番的にこれ4番にして、これ2番がいいんですね。まあ、こんな感じになるのかな。そしたら、これが1番ですか。まあこれが3番ですか。5番ですか。したらずるいけど、これ2番かな3番かなって持っていくんです。で、多分まあ 0A3 なんですけど、2番の範囲っていうのが2分の3から3だろうと。で、4番、すみません、3番やって4番でしたね。すみませんでした。4番ですね。こういうふうに持っていきます。で、これが下書きです。下書きでこうなります。じゃあこれで清書をしていくんですが、ここまではいいですか。この感覚はいいですか。これ二次関数が対称だからやっていいんですけどね、これ三次関数これダメですよ。これやったらダメです。この二次関数という対称だということを利用してやってます。そしたら、今から清書に入るんですが、まあ、これでもいいんですけどね、よく書いてる方なんですが、で3の時でしょうね。で、A が3より大きい時、大きいでしょう。で、こういうのが来ますね。で、まあ一緒のこと書いてるんですからね。三角。
なんか工作の時間になってます。でね、気になるのはね、これがさ、本当に正なのか、負に行くんじゃないですかっていう。確かそうなんでしょ。それがあるんだよね。そうだろ、 A の値 4-A 以上だから下に行くかもしれないんだよね。それがすごく気になる人はこれを点線に変えとくのもいい。例えばこう、こう書いちゃう人もいるんだよ。ほら、もうこう書いちゃったら、ほら、高さ気にしなくていいじゃないですか。 X 軸かなり気になる人いるんだよ、やっぱり世の中ね。で、それいいんだけど、あ、だから最後の最後のフィニッシュでこれを消しちゃえばいい。こうやっちゃって、こう書くとよりいいわけだな、よりグッドなわけだ、正確なんだ。だけど、まあ、そう、最初のうちは自信ないから、まあ、これでいいんじゃないですかね。で、これが、今度、A で、0です。ということは、これは、A は、2分の3のときですね。で、すいません、神経質の人のために、ちょっと消しておきますね。こうします。そうなんです。で、そうするとやっぱここ大切で、これが A なんですが、これ2つ再現最初。そしたらこれだからこうかなって考えるわけですな。そして、ここのところが0と3なんですが、これが間だから A が2分の3より大きく、こういうふうに考えたんですね。そうですね、 A が2分の3か3、こっちもね、番迷っちゃうんだよな。結構なってしちゃうんです。で、またこれも書いて、本当はね、これ厳密に考えちゃうんでしょうけど、いいですか。で、A が、2分の3がもうイコールが入ってるから、でまたこれ神経質な人もいるんで消しておきますね。はい、こうします。こういうふうにやっちゃいます。で、この下の下書きは消していいですね。で、これが3番で、1番が4番5番、こうなります。で、あとはこういきますね。いつものパターンで最大値は最小値はで、これ M イコール、あ、すいません、またこれ動いてませんね。fx イコール x 次乗マイナス 2ax プラス4と書いとかないとダメですね。そうすると最大値は、これは f0、 最小値は f3 と、大きな数字が出ちゃうんですね。で、これは、最大値は f0、 最小値は fa で、最大値はこれは F0 と F3 が等しくなります。で、最小値は FAF でも、これ FA だけど A2 分の3入れちゃうから F2 分の3でもいいんです。これ決まっちゃいますからね。で、もうこれほら、もう A が2分の3だから2分の3でしょ、これね。で、これは F3、 ちょっと今の話分かんない人つらいけど、で、最大値 F3、 最小値が F0 と、こういうふうになります。よろしいでしょうか。で、ちょっと、確認、F0 とは、 F0 はこれ0入れればいいので、4と。で、 F 今いっぱい出てきてる3ってやつですね、これを作っておくんですね。
で FA そうですね A0ということになるんですが、まあこういうふうにつけとけばいいです。そして、もうここで一気にいっちゃいますけど、またいつものパターンで最大値がこう一緒になりました。だからこういう時は A が、2分の3の時と、これドッキングしてそうですね。でこれは A が2分の3の時で、これで A が、2分の3が1の時でいいですね。2分の3が1の時で、最初の方はどうなるかというと、これが全部一緒になっておりますので、A が、これがまた一緒に時にすると0から3か、こういうふうな時か、こういうふうな回答の仕方になってまして、これが、A が3より大きい時で、これは A が0よりの時、まあ、こういう分け方もありますよということでございます。こんな感じで自分で答案を作っていくというわけです。